あんたが黙ってると急に襲われるんじゃないかって不安になってくる。サプライズを用意した？ただ驚かすだけじゃないだろうな。いい匂いだな。家で使うのにも良さそうだ。サプライズを用意した？ただ驚かすだけじゃないだろうな。もし俺が酔ったら家まで送ってくれ。サプライズを用意した？ただ驚かすだけじゃないだろうな。ここに消したい奴でもいるのか？にやけ顔が隠せていないぞ。お前の言うサプライズとは一体何だ？花の香りか？心をリラックスさせてくれるな。こういったことに関してはすぐにコツをつかめるのだな。酒の匂いだけでは私は酔わない。にやけ顔が隠せていないぞ。お前の言うサプライズとは一体何だ？頭が冴えてきた。効果抜群だな。君がちょっかいを出してこないなんて逆に変な感じだよ。ふん、かかってきなよ。いいね。今度調香するときに加えてみよう。ふん、かかってきなよ。香りだけじゃ何年もののワインかわからないよ。味わってみないと。かかってきなよ。独特な匂いだな。どうした？あんたの意見を待ってるんだが。サプライズを用意した？ただ驚かすだけじゃないだろうな。この表情、あんたの顔でも見たことある気がする。サプライズを用意した？
ただ驚かすだけじゃないだろうな。祝日限定版、これが何を意味してるのか気になるな。俺が反撃するとは思わないのか？あんたが放った矢なら俺は避けない。こういったことに関してはすぐにコツをつかめるのだな。誰かさんにそっくりだな。こういったことに関してはすぐにコツをつかめるのだな。何か特別な栄誉を手に入れたような気分だ。こういったことに関してはすぐにコツをつかめるのだな。この傷は治す必要はないだろう。なんで黙っているんだい？もしかして何か企んでいるとか？何のサプライズ？誰かさんは悪巧みをしているみたいだけど、僕も書いてみようかな。なんせモデルがここにいるわけだし。何のサプライズ？誰かさんは悪巧みをしているみたいだけど、うん、僕によく似合っているね。何のサプライズ？誰かさんは悪巧みをしているみたいだけど、ぬ、痛い。責任は取ってもらうよ。本当によく似てるな。ん？あんたが言ったんじゃないのか？あんたが流した音なのに、なんであんたが怖がるんだ？これは昔の有名な曲か。ずっと前に聞いたことがある。
お前がよく餌をやる子猫の鳴き声に似ているな。あの猫の声を録音したのか。驚いてなどいない。心拍数が上がったのは交感神経が活発化したことによる正常な現象に過ぎない。先ほど見たタキシードはこの曲に合いそうだ。ここに悪魔がいる。わざと脅かそうとしても無駄だよ。僕は鋼のメンタルを持っているから。ダンスにぴったりの曲だね。僕のパートナーになってくれる？この光はうるさいな。読書に最適だな。それにゆっくり休むのにもちょうどいい。暗くて眠くなってきた。おい、その手は何してる？長時間このような光の中にいて、自分の視力が心配にならないのか。レイ先生の冷たさが和らいだ。どういう意味だ？きちんと説明しろ。照明が再びつく前に誰かさんは手を戻した方がいい。ねえ、ちゃんといる？なんて恐ろしいライトだ。サングラスをかけないと。この明かりはいい感じだね。一緒に写真を撮るかい？きっとただの停電だ。とりあえず僕に捕まって。どこを触っているのかな？
サプライズを用意した？ただ驚かすだけじゃないだろうな。前回任務に行った時、星がよく見える場所を見つけたんだ。パーティーが終わったら一緒に行こう。俺が反撃するとは思わないのか？雪の季節はもう終わったぞ。また雪遊びしたいのか？俺が反撃するとは思わないのか？魚が降ってきた。こういったことに関してはすぐにコツをつかめるのだな。これはお前が作った流星雨か？こういったことに関してはすぐにコツをつかめるのだな。ああ、溶けない雪の結晶だな。こういったことに関してはすぐにコツをつかめるのだな。この魚は珍しい品種のようだ。何のサプライズ？誰かさんは悪巧みをしているみたいだけど。ある童謡を思い出したよ。君は歌える？かかってきなよ。厚手のコートを着た方がいいね。ふん、かかってきなよ。君が慌てて魚を捕まえる様子って。おいで。一番の大物は目の前にいるだろう。